超高齢化が進む今、さまざまな課題を抱えている介護の現場。人材不足や過酷な労働環境など、サービス低下の不安とともに打開策が求められる中、大きな注目を集める一人の女性。介護できるの先にある介護したくなるっていう感覚をテクノロジーで作っていきたいなっていうふうには思ってます。テクノロジーで介護の世界を変える、ベンチャー企業アバの宇井よしみさん。彼女が全身全霊をかけて取り組むもの、それは一番重たいところに排泄っていうのはあると思うんですよね。その一番重たいところをテクノロジーで楽にして、生活の根底となるところをきちんと整えてあげる。介護現場で最も負担が大きいと言われる排泄ケア。おむつを確認しても排泄していない空振りも多く、される側も何度も開けられることで自尊心の低下にも。逆に交換が遅れると尿便漏れが起こり、処理が大変になるだけでなく、皮膚の炎症や感染症を招くことも。私が大学生の時に介護施設に実習に行ったんですけども、その際にそこにいた介護職さんにおむつを開けずに中が見たいと言われまして。その願いを実現するため開発を始めたという宇井さん。実に10年以上試行錯誤を繰り返し、ついに誕生したのがこれなんですけども、真上に寝ていただくと排泄がわかる。ベッドに敷くだけでおむつ内の排泄がわかる、その名もヘルプパッド2。そのベルトの中にですね、チップサイズの匂いセンサーが入ってまして、匂い物質が付着するとセンサーが上がって下がるっていう。ポイントは匂いに反応して排泄を検知するセンサー。しかも尿か便かも識別して教えてくれるんだとか。この最新テクノロジーが今介護現場に革命を起こそうとしているんです。その効果を実感すべく、実際に導入している施設を訪ねました。爪を切ろうね。介護スタッフが普段通り業務をしていると、ヘルプパッドから排泄を知らせるアラートが鳴りました。尿で検知して通知がありました。早速入居者の元へ。おしっこ帰ろうか。はい、こっち向くよ。いいよ、ありがとう。終わりました。はい、終わり。で、通知通り、尿のみの検知でアラートが鳴ったので、ヘルプパッド の検知は良かったと思います。これまでは定時でおむつ交換を行っていましたが、導入したことで排泄のタイミングに合わせた効率的な作業が可能になったんだとか。さらにこうしたデータを蓄積することで、予測の向上や一人一人に合わせたより良いケアにも絶大な効果を発揮しているとのこと。職員の排泄ケアに対する意識が上がったということ、これが一番大きいです。もう一度活用してしまうと、こういう機器はもう必要不可欠という形になりますので、職員さんももし、ヘルプパッドやめるよってなると、非常に困るんじゃないかなと思います。まさに介護現場の救世主ともいえるヘルプパッド。しかし開発の裏には何とも壮絶な努力が隠されていたのです。アンモニア水とかを使っての実験とかはもうクリアしてたんですけど、やっぱ人間でやんなきゃダメだよねと、施設さんに持っていく前にってなって、私がおむつ履いて排泄実験をしてたっていう感じですね。あ、めんなさい、すごいさらっとさらっと言いすぎるかってこと。なんと必要なデータを取るため自らおむつを履き、ひたすら排泄実験を繰り返していたんだとか。尿します。
私は何をやってるんだろうとかいろいろ思うんですけど、なんかいや今私は排泄センサーを作るために非常に崇高な行為としてこれをやってるみたいなことを自分にこうなんか悟しながらなんかおむつに排泄を、うちの技術者がすぐ横にいるところで3時37分排尿しましたみたいな感じで全部記録を取ってて、で排尿してからあちゃんと匂いセンサーの値が上がってるやったーみたいな、実験成功だっていう。汗と涙、そして尿に便を流しながら開発したまさに努力の結晶なんです。そこまでできる情熱の原動力は何なのか、介護テックの可能性について熱く語っていただきます。ではご紹介します。業界初となる排泄センサーを開発しました介護テックベンチャー株式会社アバの宇井芳美代表です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。業界初ってすごくないですか、ね、これでもやっぱり まあ、ありそうでないんですよね。やっぱ結構今のアメリカとか世界中で多分このね、テクノロジーがすごい発展してるんですけど、ありそうだけどなかったってことですよね、アメリカとか。そうなんです。私が開発を始めた、まあ、15年前の時に特許や論文はたくさんありましたし、まあ、ちょこっとこう製品化をしている時もちょこちょこあるんですけど、それはおむつに貼り付けるとか、まあ、体に機械をつけるとか、あとは便の検知ができない、尿は検知できるけど便の検知ができなかったりしていて、ちょっとやっぱ現場の人からするともう一歩頑張ってほしい、体に機械をつけないで尿と便どちらも分かりたいっていうところにかなってるものがなくて、でそこをクリアできたのが私たちは業界初っていう。尿と便を区別するっていうのも、はい、そもそも画期的なことだったわけですね。そうです。尿であれば結構最近おむつが優秀なので、まあ、結構吸ってくれてまあ、そんなに急いで変えなくても大丈夫な瞬間もあるんですけど、やっぱり便って吸えないですし、まあ、感染だったりとかご本人も気持ち悪いってとこ考えると早めに駆けつけてあげたい、なので尿が出てるか便が出てるかで全然緊急度変わっちゃうんですよね。そこをやっぱり切り分けて教えてほしいっていうのがすごくニーズとしてはありますね。すごく画期的だと思うんですけど、私集中治療室にいてですね、で自分で去年なんですけど排泄できないという状態になって、うん、で意識がないときは別に全然気にならないんですけど、意識がで、戻ってきてからですね、やっぱりねすっごい気持ち悪いんですよね自分で。こうでもそれをですね、うん、気管切開っていうのもやってたから言葉でも伝えられないんで、こうボタンを押すんですけど来てくれるんですよね、ボタンを押すと。で来てくれるんだけれども意思が通じないから、なんで呼ばれてるのかが相手が分からないっていうのになってしまって、でそれで結局なんか相手は、はい分かりましたこれですねと言うんだけど、いやそれじゃないんだよというふうに言いたいんだけど言えなくて、で結局ですね、やっぱり今先ほど出てましたけど、こうシーツをねこう全部また変えなくちゃいけないとか、逆に負担がすごく大きくなって、なんかこっちも悪いなというふうに思うんですけど、伝えようがないという状態だったので、これなんていうのかな、介護だけじゃなくて、そういう病院とかもですね、なんかこう、導入していただけたらすごくいいのかなというふうなことを思いました。10年の奇跡を。そうですね、実験がちょっと気になりますね。そうですね、はい、先ほどのね、ありがとうございます。これはちょっと体張りましたね。体張りましたねそうですね、私もですね、まさか20代女子がこんなことをすると思わなかったんですけれども、いや会社を立ち上げて、まあアンモニア水とかをね使った実験ではすぐクリアしたんですけど、やっぱご施設様に持っていく前に自分たちで試さなきゃいけないよねってなった時に、私ともう一人の技術者の2人でやってたんですけど、一緒におむつ履いて排泄しようよって言ったら、俺はおむつに排泄するなら会社を辞めるって言われてじゃあ、うん、そうだよねって、じゃあ私排泄するからよろしくって言って、1K のアパート最初借りてたんですけど、同じ部屋で私せんべい布団の上でおむつ履いて、あこれですね、排泄をして、彼はソファーの上でハンダ付けしたりプログラミング書きながら、私が排泄をしたら匂いセンサーの台がちゃんと上がってくるかを確認してたっていう。一番最初に試作段階とかもあったと思うんですけど、一番最初こういうの失敗したとかありますか？はいはい、一番なんか いっぱいあるんですけど、本当何十台何百台作ってきたのであれですけど、でも
最初はどれぐらいのこうなんだろうな、サイズで作ったらいいかが分からなかったりとか、あと最初はですね、匂いだし空気を吸い込んだ方がいいかなと思って空気吸い込む形にしてたんですね。ちょっと分かりづらいかもしれないので、これ実際の初号機なんですけど、最初って空気吸い込むためにチューブだったんですよ、ね、大きいですね、そうなんです、大きくてこの中に穴が何箇所か実は中で開いてて、で穴からチューブが通っててチューブで空気吸い込んでたんですけど、そうすると尿や便間違えて吸い込んじゃって、この中に尿や便が入っちゃうってことがあったんですよね。で入っちゃっても洗えるようにタンクつけてたんですけど、でもこのタンク洗うの介護職さんなので、なんか介護職さんの負担減らしたかったのに増やすもの作っちゃって、結構なんか自分たちとしてはすごいなんかもどかしいというか、ああっていう感じだったっていうのはありますね。じゃあ今の発売しているものは本当に、じゃあもし漏れてしまっても拭くだけってことですか？そうです、空気を吸ってないので、もう本当にもし排泄あれがすごい汚染しちゃっても汚れちゃったとしても分解してカバーの部分は洗濯できますし、他のところは次亜塩素酸ハイターで絞った雑巾で拭いてもらえればメンテナンスができるようになってますね。おならとかはどうなんですか？確かに、ありがとうございます。いや、めっちゃいい質問、ですね、おならは匂いセンサーがどれぐらい反応してるかっていうのも実は AI が見てまして、おならって気体だからすぐ消えちゃうんですよね。こう上がるんですけどすぐシュンって、なのでセンサーは反応してるんですけど検知はしないようになってるっていう。どれぐらいその導入されてるところがあるんですかね、その病院、介護施設とか施設とかも含めて。ヘルプパート2は昨年の10月末に発売をしてるんですけど、予約段階で数百台ぐらい予約いただいてて、で、今年度中には多分仙台は行くかなっていうような感じですね。で、都道府県はもう半分ぐらいかな、ちょうど今埋まったところになってますね。各自治体にってことってこと、いろんな都道府県にっていうことですよね。そうですね、介護施設さんが買われてて、福井で入りました、愛媛で入りました、千葉で入りましたみたいな感じで。ちなみにどんどん増えていってます。お値段っていくらぐらいするものなんですか？金額はですね、オープンプライスなので特にこう決まってはないんですけど、なんか数十万前半台ぐらいっていう金額感ですね。ただ、介護テクノロジー補助金っていうのがあって、4分の3を国が補助してくれる補助金があるんですけど、それの対象商品なので施設さんは実際はうちの製品の他の、介護ロボットとか買う時も、1台あたりの値段は4分の3、4分の3補助してくれるので4分の1で買えるっていう。これじゃあ実際一般家庭の方も買いたいって思ったら購入はできるんですかね、それとも施設だけなのか今は。今は施設にちょっと限っちゃってるんですけども、もう在宅の家族からはすごい問い合わせがいっぱいあるので、ここ2年以内とかには絶対に在宅に行きたいねって話はしてますね。在宅に販売できないなんかハードルみたいなとかあったりするってことですよね、その一般家庭。そうですね、やっぱりその在宅で介護している方ってプロの介護職さんではないので、施設であれば我々がこう全部使い始めるときに説明してレクチャーしてっていうことができたりとかできるんですけど、家族の場合だと そういうわけにはいかないので、だから多分その本当にアマゾンでポチみたいなレベルにしなきゃいけないってところで、もうちょっとだけ時間かかるかなとは思ってますね。介護の現場でテクノロジーってすごく求められてるなとお話伺ってても思うんですけど、一方でどうですか、テクノロジーは敵だみたいな声っていうのはないですか？敵っていうかこう苦手っていう声はやっぱりすごくありますし、その苦手が相まって、ちょっと嫌いかなっていうような声とかは、現場に行ってると聞いたりします。多分それがさらにこう過激な言葉になっちゃって、こう敵っていうような感じになる時もあるんですけど、でもそれも私がこの、プロジェクト15年ぐらいやってて、この15年で相当変わったなっていうふうには思いますね。例えば15年前だとこうカメラをつけるってなったら、もうなんか本当に牢獄
を作りたいんですかっていうようなあの反応になっちゃったりとかがあったんですけど、でもあの私たち技術者からするとむしろこうなんだろう、人の目が入らない時もあの24時間見守ることができるので安心かなっていう意味でこうご提案をしていたんですけど、そのあたり の, あの感覚がだんだんこうすり合わってきていて、最近はそのセンサーとかそういうの結構入ってます、ね、その介護テックというところのロボットとか、これ結構アメリカでもすごい評価されてるんですよね、この精神的なメンタル的なところも対人間が苦手な人いっぱいいるんですよね、どんどんやっぱり人間よりもロボットとかテクノロジーだから語れるっていう人も現れてるから、すごい日本がそういう技術はどん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 多分ここから世界にもう進歩していく、そうですね、まさにそうで、あの介護テック介護ロボットって私は介護職さんの分身だと思ってて、あのヘルプパッドは介護職さんのこのお花花の部分だけ部屋中に分身してるみたいな風に介護職さんにお伝えしてて、そうするとなんかさっき の, その敵か味方かって話で言った時に、いやむしろご本人の分身なんで介護職さんの分身なんで仲間ですよみたいな話するとなんかちょっと親しみとか湧いてくださっているので、まあ、あの私たち技術者の伝え方の部分も結構往々にしてあるかなとは思ってますね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。